演劇集団青5回 YouTube チャンネルへようこそ。 TikTok 担当のまめです。スタッフの高橋です。で、本日はおうち時間に遊べる遊びをしようと思いまして、イエーイ、まめさんをお呼びしました。はい、今日はじゃじゃんサイコロを2つ使って遊びたいと思います。サイコロでなんて遊ばないからね、最近ね。なかなかね、ちょっとサイコロを使って2つ使って遊びたいと思います。はーい。何して遊ぶの？説明しましょう。お願いします。サイコロをまず2つ用意します。はい、用意しました。用意しました、うん、1個はマミさん、はい、1個ずつ持ちます。このサイコロの1から6まで目があると思うんですけど、ありますね、サイコロですからね。基本は2人で同時に出して転がして大きい目が出た方が勝ち。大きい方が勝ちね。はい、うん、はい。1つだけ例題があって、うん、例えば、はい、私が6が出ました、うん、で、マメさんが1が出ました、うん、っていう時は、うん、1の方が強い。まとめて1が最強なのね。ええ、ただ、うん、マメさんが1で私が2とかだった場合は、うん、私の方が勝ちです。えなので、うん、基本ルールは、うん、大きい数字の方が勝ちです、うんうん、ただ1と6が出た時だけ1の方が強くなります。ああ、そういうことね、うん、納得。はい、はい、同じ目が出た時、はいはいはい、その前にやったのがチャラになります。なし。じゃ、例えば、うん、その前の試合で、うん、2と5とか出てて、うん、じゃ5が勝ちだよね、うん、で、勝ってたとするじゃん、うん、高橋さんが、うん、で、次で、うん、3と3とか出たら、うん、その前の試合の結果がなし。リセット。はい、わかりました、はい、うん、5番勝負で。5番勝負で、はい、チャラになったのはもう一回試合し直すの？それとも、そう、勝ちが多い方が勝利っていうルールで、うん、ちょっとサイコロで今日は遊んでみたいと思います。はーい。基本は大きい目が出た方が勝ち。はい、いいだいいだ。待て待て、念を込める。え、待つ、うん、はい勝つ。待て待て、え、そうなの？よし、多分何も意味ないですけど、はい、この子は勝てるよ、勝てるよ。いきますよ。はい、次行きます。第2投目。イエーイ。いい子だね、君は。
はいきなり白を褒め始め、さっきまで赤がいいって言ってた人がいい子だ、君はいい子だ、いきますよ、はい、せーの。高橋6、豆さん4、よし一生一杯です。いいさあ、もめさんの目がなんか血走っているんですけど、どういうことなんでしょう。あと、いい子だよ、君は。いきますよせーの、おい、どこ行った、どこ行った、どっちもどっか行った。もめさん6、高橋4、イエーイ、やった。この流れはやばいんじゃないですか。君はいい子だよ。4投目。4投目、はい。はい。3投目言うの忘れた気がする。まあいいや。そうだね。いきますよ。はいよ。せーの。うわぁ、また外れてた。ギリギリや。シュル。シュル。シュル。ほい。マメさん。マメさん。マメさん。高橋2。3勝いっぱいでしょ、うん、で例えば次アイコが出たらリセットになるから、うん、まだ分かんないね。そう、はい。今のところこうなってます。私が今3勝、高橋が今1勝なので、次がもしアイコが、アイコ同じ数字が出たら、うん、4投目がキャラになるので、まだ分かりません、勝負は。これからどうなるか。罰ゲームどうします。え、罰ゲーム、うん、は、決めてなかったね。明日のレッスン前のお掃除を罰ゲームにしよう。負けた方が明日のレッスン前のお掃除を一人でするってこと。そう、うんうん、そういうこと。じゃあ明日のお掃除をかけて最後の一投になるのか、うん、はたまたチャラになるのか。これさ、アイコンが続いたらどうなるの。どんどん前がリセットされてるの、うん、新しいルールもありました。どんどんリセットしましょう。まだまだ試合は分かりませんよ。よし、よし、頑張れ、頑張ってくれ。よし、はい、行きましょう。はい、行きましょう。せーの。え、これ何？どっち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 。でも？でも？ひっくり返らなきゃ意味がないんだ。あ、ってことは？ってことは？5と豆さん5の高橋6。で負けたんだけれども、もう結局、うん、結局、うん、3勝してるから、からということは、はい。ということで、はい、マメさんが勝利ということで、はい、勝っちゃった。本日の5番勝負は、はい、マメさん勝利。お掃除、ええ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日はね、はい、おうち時間も楽しみましょうということで、はい、楽しめるようにサイコロでちょっと遊んでみました。そう、懐かしいよねサイコロね、うん、本当に久しぶりに触った気がしますよね、うんうん、もういつぶり、もう覚えてないぐらい前、うん、サイコロさん元気でした。久々の再会みたいな。そうそう、でも面白いね。なんかサイコロだけ使うんだけど、自分たちでルール決めて、うん、こう何かしら遊ぶってさ、うん、それこそなんか小学校以来、うん、確かに確かに確かにね。でもサイコロでもなんかいろいろ広がりそうだね、またね、うんうん、ちょっともう一回なんかやってみたいですね。あとなんかちょっと違うルールでやってみたいね。ね。転がすだけなんだけどね。かけ
でもおいって言ってるのはマメさんだけですからね。やっぱり？動画を見返してもらうと精度おいっておいってやってるのはマメさんだけです。そうだよね、あれ？途中で疑問を抱いてたあれおいって言ってるということで本日も撮影お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。演劇集団青の会 YouTube チャンネル最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしく。